他の人には秘密にしておこう。私たちが兄弟ってこと。叶わぬ恋をしているということですか。野村さんの断ち切れない思いを忘れるために昨日の夜があったとしても構わない。野村康介の妹です。妹さん。勇気と言います。ルールや規則を守るのも道から外れずに生きようとするのも僕の性分なんです。タブーを犯さないよう抑えて生きてると思われると心外です。叶わぬ恋してるんですか、それとも過去。そのはずです。その人のために死ねるって思ったことありますか。勇気さん。人は幸せよりも苦しみを覚えている。傷つけたことより傷つけられたことを覚えている。きっと彼らは覚えていないのだろう。私と会うのが二度目だということ。君は誰なんだ、答えてくれ。目の前にいるのは戦闘。会いたいです。連絡ください。待ってます。コーヒー入れますね。あ、野村さんのお家なのに私が言うのもおかしいんですけど。あ、いや、私も失礼しますので。ごめんなさい。お兄さんに会いに来たのに家に他人がいたら驚きますよね。私、さっきと言います。網浜さっきです。よかったらお昼ご飯ご一緒しませんか。お預かりしている最初の新しいメッセージです。お兄ちゃん、私ゆうきです。今東京に来ています。会いたいです。連絡ください。23日って何してる？ 23? あ、会議あるから残業かも。そっか。うん。なんで？いや、誕生日なんだよね、姉ちゃん。え？じゃあお祝いしないと。再会してから初めてのお誕生日だもん。でも誕生日って言っても生まれた日じゃないんだよね。置き去りにされた日が戸籍上の誕生日だから。そっか、複雑だね。自分の生い立ちを知ってから毎年どんな思いで誕生日を迎えてきたんだろうって。祝ってあげなよ。お誕生日はお誕生日だよ。その日からお姉さんの第二の人生が始まったんだから。そういうこと分かっちゃえるのは隼人しかいないんじゃない？ここのピザすっごく美味しいんですよ。なかなか予約が取れないのに今日はラッキーでした。そうなんですか。おいくつ？33です。え？あ、お砂糖2つで。私も33、同い年です。そうなんですか。お待たせしました。うわ、美味しそう。食べよ。ちょうど駅前のケーキ屋を通りかかった時に看護師の顔が浮かんでね。あら、やだ。どうぞ
皆さんで召し上がってください。ありがとうございます。さきさん、ここのロールケーキ好きなんだよな。そうだっけ。今日休みなんて残念があるだろうな。高校受験の前にちょうどお兄ちゃんが東京に来て、受験の神様で有名だからってここで絵馬を書いてくれたんです。妹思いの優しいお兄さんね。うちはちょっと特殊っていうか、両親が早くに亡くなったからお兄ちゃんが親代わりだったんです。そう、高校受験の時が一番一緒にいたな。一番不安定だったっていうか、初めて自分で人生の選択をする時だったから、とっても不安で、落ちちゃったらどうしようとか。でもお兄ちゃんにすっごく励ましてもらって、お兄ちゃんもその時期司法試験の勉強をしていたんです。一緒に朝早く起きて、一緒に毎日勉強して、あれからもう17年も経つんだな。そういえば野村さんが使ってた手帳、17年前から使ってるって。そんな頃から使ってるのね。それ私がプレゼントしたんです。え？お兄ちゃんが司法試験に合格した時に。まだ使ってくれてるんだ。ええ、とても大切にね。お兄ちゃんとはもう6年も会ってないんです。兄弟ってそんなものなんですかね。そんなこと遠慮してるんじゃないかな。ゆきさんの旦那さんに、ほら男性同士ってそういうところあるでしょ。でも私離婚を考えてるんです。離婚？価値観が違うんです。本当に小さなこと一つ一つが合わなくて、毎日が苦痛で、向こうも最近は仕事だって言ってあんまり家に帰ってこないし。お兄さんはなんて？一時の感情で決めるのは良くないって。でも電話もめったに出てくれないし、メールの返信もなかなかないの。私にはお兄ちゃんしかいないのに。あ、お兄ちゃんから。忙しくて会えないって。大丈夫よ、お兄さん絶対に応援してくれるわ。さきさん、私に任せてくれる？ええ。初めて会った人にこんなに自分のこと話したの初めて。野村さん、私は知らず知らずのうちに野村さんを傷つけてしまいましたね。ごめんなさい。昨日はとても楽しかったです。野村さんにお会いできてよかった。体に気をつけて、いつまでもお元気でいらしてください。先。
野村さんを傷つけてしまいましたね。ごめんなさい。もしもし。サキです。サキさん、あの手紙読みました。謝らなきゃいけないのは僕の方です。勝手な仕様で感情的になってしまって本当に申し訳ありませんでした。もう一度会っていただけませんか。誕生日おめでとう。この番組はライオン、親戚の姉さんに惚れてんの。奥様はどれだけ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。応援してあげないと。お兄ちゃん、やめてくれ。好きよお兄ちゃん。大吉先生のスクープなかなか取れないね。帰国してから会ってないなんて、やっぱりあの愛人とは別れたんじゃないですか。いやいや、わかんないよ。あの大吉先生しつこそうだもん。すいません、ちょっと付き合ってもらっていいですか。誕生日プレゼントね。彼女？いえ。違うの？じゃあ誰？親戚です。親戚？いくつぐらいの人？今度33です。33？てかさ、よく知ってんね。私昔から可愛がってくれてる親戚の人でも詳しい年なんか知らないな。同年代ならまだしも。あ、これは？あ、ちょっと地味かな。はい。これなんかいいんじゃない？うーん、違うな。違うんだ、去年何あげたのよ。あげてないです。その親戚の人って初恋の人？え？ずいぶん真剣に選んでたからさ。子供の頃に憧れてたお姉さんとか？違いますよ。なんで去年はあげてないのにさ、今年はあげんのよ。再会したんで。再会？あ、野村先生。あ、浜田さん。ご無沙汰してます。どちら行かれるんですか？近くのレストラン。いいですね。こちら網浜咲さんです。はじめまして、網浜咲です。アドバンスプレスの浜田直美です。法律事務所のみんな、野村先生女性に興味がないなんて言ってましたけど、笑っちゃいますね。こんなね、綺麗な目に似た。ごめんなさい、僕の方から咲さんを紹介してしまって。ああ、いえ。咲さんは新田さんにご紹介いただいたんです。新田に？私、ハヤトとは親戚なんです。もしかしてもうすぐ33歳のお誕生日ですか？え？ナオミさん、すいません、失礼します。あ、失礼します。新田さん、気を悪くされたかな。ちょっと失礼でしたね。大丈夫ですよ、仕事で急いでるんじゃないですか。お腹空きましたね。おいおい、それ何？ん？別に。お疲れっす。お疲れ。ねえ新田さん、やっぱりあの親戚の姉さんに惚れてんの？は？何バカなこと言ってんですか。だってなんかあのやきもち焼いてるみたいだったからさ。なんで俺が？いい加減にしてください。親戚の姉さん、お前まさかゆりかちゃん以外に？それがさ、今そこで野村先生と会ったんだけど。冗談はやめてください。すいません。赤がお好きなんですね。ええ、まずね、この色が好き。私何にでも赤を合わせちゃうんです。
わざわざお電話くださってありがとうございます。いえ、僕の方こそ大人げない態度を取ってしまってすいませんでした。やめてください。私の方こそごめんなさい。咲さんは何も悪くないです。野村さん、私考えてみたら野村さんのことをまだ何にも知らないな。昔から弁護士になりたかったんですか？そうですね、高校生の時から考えてましたね。すごいしっかりしていたんですね。そういうわけじゃないんですけど、両親を早くに亡くしてしまったんで自分がしっかりしなきゃとは思ってました。そう、ご両親を早くに。じゃあご家族は？妹が一人。妹さん、あまり接点はありませんけど。でもご両親を早くに亡くされたなら妹さんの親代わりのようなものだったんじゃないですか？まあ、特に10代の頃とか。私は高校入試の時が一番親に迷惑かけたな。一番不安定だったっていうか、初めて自分で人生の選択をする時だったから、とっても不安で、落ちちゃったらどうしようとか。でもお兄ちゃんにせっかく励ましてもらって。咲さんのご出身は？静岡です。父は地元で小さな病院をやってて、母は専業主婦。ああ、だから看護師に。ええ。あ、妹さんはいくつですか？33かな。私と同い年。ご結婚は？ねえ、してますよ。そう、きっと幸せなご家庭なんでしょうね。羨ましいな。それが離婚したいらしくて。そう、まあそれも仕方のない話よね。え？比べちゃうのよ、野村さんとご主人を。今のご主人は運命の相手じゃないのね。運命の相手は他にいるはず。野村さん、ちゃんと妹さんから話を聞いてあげた？どうしたの？会いたくないの？いや、応援してあげないと。二人きりの兄弟だものね、お兄ちゃん。やめてくれ。離婚なんていい話題じゃないから。そういえばさっきもうすぐ誕生日だって言ってましたね。いつなんですか？内緒です。どうして？ハヤトだ。ちょっとごめんなさい。はい。もしもし。ハヤト、どうしたの？仕事が早く終わったから。そう、お疲れ様。遅くまで大変ね。うん、私はまだ野村さんと一緒なの。もしもし、聞こえてるの？あのさ、あさってって？あさって日勤よ。その後の予定って？ううん、特には。
じゃあさ、一緒に飯でもどう？うん、大丈夫。うちの方でいい？じゃあ6時に駅でいい？うん、そうしよう。そうね、じゃあまた。あ、うん、何？なんか食べたいものとかある？また連絡するね。もう少ししたら帰るから。うん、それじゃあね。ごめんなさい。あの、うちにいただき物の珍しいワインがあるんです。え？2010年のレディアルト、飲んだことありますか？いえ。開けよう。最終末。さん、お疲れ様です。あ、妻なんです。この方が噂の噂？ごめんなさい、私小児科におります網浜咲希と申します。理事長がとっても愛妻家だって病院中の噂なんですよ。あら、やだわ。奥様はどれだけ愛されてるんだろうって。ナースたちにもとっても優しくしてくださって、いい旦那さんですよね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いいたします。それじゃあ、あなた、私も行くわね。ああ、理事長、本当に愛妻家なんですね。病院にまで奥様がいらっしゃるなんて。いや、外来の帰りなんだよ。え？大したことじゃないんだけどね。そうなんですか。理事長のご家族は安心ですね。え？病気になっても事故に遭っても絶対にこの病院で手厚い看護を受けられるじゃないですか。まあ、それってご家族の特権ですよね。迷うよね、食べる順番。うん、好きなものから食べるのか、最後まで取っておくか。
あ、新田、野村先生にアンケート渡してきて。ほら、来月さ、例の大阪の事件の判決が出るでしょ。判決予想を法律事務所の皆さんにお願いしたいのよ。菓子折り持ってって。はい、お手数おかけしますが、よろしくお願いします。いいえ、浜田さんにもよろしくお伝えください。はい、またご連絡させていただきます。あの、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、咲さんの誕生日って昨日もうすぐだって言ってましたよね。いつなんですか？明日ですけど。明日？ええ。はあ、聞いてよかった。どうもありがとうございます。いえ。野村さん、結婚式遅れてきたの？もう来てくれないんじゃないかと思って本当にハラハラしたわ。どうして遅れたんだろう？私も理由を聞いたけど、ちゃんとした答えは聞けなかったような気がする。結局は来てくれたんだけどね、着いたのがもう式の後半で、バージンロード一緒に歩けなかった。本当はお兄ちゃんと歩くはずだったんだけど、おじさんと歩いたの。ひどいでしょ。バージンロードは絶対お兄ちゃんと歩きたかったのに、結局はこんな結果になってしまって、今更だけど。どうぞ。ありがとう。お誕生日おめでとうございます。え？明日誕生日ですよね。どうして？この間会員登録してもらったから。あ、どうもありがとう。飲んでください。おいしいでしょ？うん。あ、嬉しくてつい忘れるところだった。73年の赤お願いしたいの。シャトームートンロシュフォール。いつ頃までになればいいですか？来週末までかな。咲さんの誕生日っていつなんですか？ただいま電話に出ることができません。遅れてごめんね。姉ちゃん、誕生日おめでとう。
ありがとう。さあ食べよう。いただきます。いただきます。母さんもこうして俺たちが一緒に姉ちゃんの誕生日祝ってるなんて驚いてるだろうな。そうかもね。会ってほしかったな姉ちゃんに。手袋だ。よかった。ありがとう隼人、大事にするね。今までで一番嬉しい誕生日かも。姉ちゃん、あ、もうこんな時間だ。8時までに行かなきゃいけないの。今日はもう仕事終わったんじゃなかったの？そうなの。でも約束があるの。約束？そう、野村さんと。どうしたの？あ、いや、誕生日祝ってもらうのかなって。それはないと思うわ。私今日が誕生日だって言ってないから知らないはずよ。ごめんね、ゆっくりできなくて。でも嬉しかった、本当に。あのさ、野村さんと付き合ってるの？うん、隼人のおかげで出会えた。でもね、彼は私に完全に心を開いてくれてるわけじゃないの。え？何か抱えてる問題があるんだと思う。問題？そう。そういうこともちゃんと話せるようになれたら、きっと本物なんだろうね。そうだね。またね、ハヤト。今度は私が肉じゃが作るね。うん、気をつけて。すれ違ったけど、なんか予定があるんだって。え、仕事？いや、付き合ってる人がいるらしい。え、そうなの？まあ、彼氏じゃしょうがないか。そうだな。美味しそうだね。うん。ねえ、プレゼントさ、何あげたの？ん？手袋。喜んでた？うん、喜んではめて帰った。
ビールでいい？ん？ああ、いい。これはね、フランスのワインの女王と言われてるんだ。優美な香りね。私の生まれた年？そうだよ、お誕生日だからね。知ってたの？おめでとう。ありがとう。おいしい。うまい。私からも野村さんにお誕生日プレゼントがあるの。え？はい。僕の誕生日は11月だよ。でもあげたいの。開けてみて。野村さんの生まれ年、1973年のワインももうすぐ飲めるわ。それもずいぶん早い誕生日プレゼント。そうね。万年筆。素敵でしょ。でも私もね、万年筆を愛用してるの。苦しい思いから卒業したい時に活躍してくれるのよ。生きていると誰にだって苦しい思いがあるでしょ。決して人に知られたくない、知られてはいけない秘密の思いとか。そういう思いを抱えていると関係のない他人を傷つけてしまったりするのよね。自分の気持ちを偽るために。抑え込まれている思いは日常ににじみ出てしまう。私はね、手紙を書くの。手紙？伝えられない思いがあるから苦しくなる。心の奥底に閉じ込めてるつもりでも、無意識のうちにその隙間から溢れ出る。周りがどう思うか、そんなことは考えずに自分の気持ちだけを手紙に書いてみる。そして絶対に誰にも見せない。全部吐き出すとね、スーッとするの。野村さんも書いてみたら？幸か不幸か、僕には卒業しなきゃならないことなんてないよ。そうね。好きよ、お兄ちゃん。Thank you.
おはよう。おはよう。朝ごはんできてるよ。ああ、ありがとう。昨日。昨日？すごい酔っ払っちゃって。ああ。変なこと言ったかな。変なことって何？食べて。いただきます。行きたくなかったのね。え？結婚式を、ゆうきさんの。バージンロードを歩きたくなくてわざと遅れたのよね。でもどうして？親代わりなのに。俺がそんなこと言ってたよ。なんだろう、自分でも訳が分かんない。ダメだな酔っ払いは。またね、ハヤト。そういえばどうした？え？あれから自称姉さんたちの中に有力な人は出てきたのかな？いえ。そう。最初も最後も無機質な君はプラスト。伝えられない思いがあるから苦しくなる。抑え込まれてる思いは日常ににじみ出てしまう。心の奥底に閉じ込めてるつもりでも無意識のうちにその隙間から溢れ出る。お兄さん、ゆうきさんに会うって。え、本当？ゆっくり話したいって。来週の週末は空いてる？ええ、よかった。伊豆に来てほしいの。伊豆？全部吐き出すとね、スーッとスルスルスル。楽しみ。伊豆に行きたいの、一緒に行かない？いいよ。ゆりか、あなた。私の夢に理事長が出てきたんです。え？あなたは結城さんを愛して。やめろ。私、彼女に直接野村先生の話聞きたい。どうせ誰も読まないこの番組は、ライオン、トヨタと、彼女は僕にたくさんのヒントをご覧のスポンサーの提供でお送りしました。姉ちゃん。あの、俺、お兄ちゃん。自分の思いに素直に生きればいいのよ。